はい、こんにちは、ライムです。ということで今回は全人類待望の破天戦暴風竜と境界の嵐、地獄級3ベルドラテンペスト空属性3体編成で攻略解説。はい、ということでね、ようやく触れたよ破天戦ということでね、まあやっていきたいなと思います。難易度ね、前回よりも1個高いやつが追加されたよね。これは初だよね、地獄級3は僕の記憶では多分だと思うので、はい、こちらやっていこうかなと思います。ちょっと時間がなくてね、あんまできてなかったんですが、まず敵の詳細から見ていくとですね、 HP が1万じゃねえわ、137万4千あります。無属性だからね、これ見た目ではまああれ HP 低くねって思うかもしれませんが、無属性なので弱点特攻とかね、それから弱点ダメージとかそういったものを発動しないので、普通にまあ殴る、弱点相手に殴るよりも全然火力出ませんので、うん、まあ割とこれでも HP としては高い方になってくるのかなと思います。で、防御も19,900でそれなりに高いということですね。で、あとですね、こいつ超火力高いです。自身の会心率、貫通率、バトル終盤 100% アップ、魔法攻撃力、バトル終盤 50% アップっていう自己バフが常にかかってるんで、もう反撃ですら超痛い。で、あとですね、自身の防御力 100% アップからの魔法さらに 10% アップ、会心力と貫通力もアップするということで、時間経過とともにさらに火力が上がっていく。で、特定のターンですね、反撃ターンが5ターン目かな、5ターン目に反撃率 100% と超反撃率 20%、 ガード率 100% というものがありますので、 5ターン目はもうね、マソコン1枚消しとか HP に余裕のあるキャラでマソコン消すか、いらない味方の奥義を打って済ますか、どっちかだね。最低でもマソコン1枚消しか奥義消しは必要になってくるんで、はい。で、あとですね、こちらが2ターン目じゃねえな。あ、2ターン目か。2ターン目の終わり。敵単体2ターン 100% の確率で毒と凍傷と束縛っていうものがありますので、この2ターン目の時点でですね、前に出しておきたいキャラはしっかり出しておくようにしましょう。変換系キャラ置いとかないと、3ターン目がね、変換できなかったりするんで、そういったことも見越してキャラを設置するというのが大事。はい。そんなとこかな。で、ここに書いてある通りですね、耐性は特にないので、いつもの高ダウンだったら、会心耐性とか、貫通耐性とかね、貫通力ダウンとか、そういったギミックがあるんだけど、これに関しては全くないので、もう、あらゆるバフデバフ使って OK。ほぼ、パーティーの制限がないということなんで、自信のある編成で挑めば、とにかく OK ということですね。で、あと、こいつは開幕手札はランダムになってるんで、もう自分が好きな手札になるように何回でもリタイアで繰り返すってのがベスト。僕は今回の場合だと加護のチャージ型を使っているんで、変換1個で加護6コンボできるような手札が来る場でリタイアっていう感じにしてます。はい、まあそれだけだったらそんな難しいことでもないので、しっかりね、開幕6コンボできるようにしましょう。これもちろん技能のチャージ型の方であれば、技能のね、マソコンでもカゴでもどっちでもいいからね、もちろん。はい。で、あとは、あ、そうだ、言い忘れたけど、今回新キャラ使ってないので一切パーティー編成紹介すると、はい、もう旧キャラだね。属性解放キャラ一切いませんので、まあ編成難易度としては、まあ新キャラ揃えるよりは楽になってんのかなというとこだね。はい。で、能力を開示します。メインですが、カゴがルミナスで、こちらですね、コリウスまたはオクタグラム勢力の攻撃力無限加算ということになってるんで、使えば使うほどっていう感じになってるから、うまいこと使っていきましょう。それから SP 増加量バトル終了まで 100% アップがあるんで、これも使えば使うほど5回まで最大 500% まで重ねられるんで、早めに使ってあげるとですね、 SP に余裕ができて立ち回りやすくなります。はい。で、あとはギー、これただの本当にカゴ変換枠だね。特になんかするわけじゃなくて、技能を2枚奥義に変換という、これだけの枠で入れてます。奥義バフは使いません、他で使うので。能力を開示します。あと仮面の勇者ですね、こちら運命崩落はまあ便利というところと、あと会心バフです。
これね、使い方注意してね、このターン中に消費したスキルポイント100ごとに 10% 上昇の会心耐性ダウンなんで、しっかり SP 消費した状態で打つのがまあベストではありますね。はい、能力を開示します。それからブラン、こちらこれ弱点特攻あるんだけど、これね弱点特攻意味ないからね、無属性だから。強心耐性ダウンと、あと奥義3枚加護に変換っていう役だね。で今回のメインフィニッシャージョーヌです。ジョーヌの奥義でワンパンだね。奥義バフと強心力アップ、さらに極み奥義バフと空属性耐性ダウンついてます。はい、であとビオレが魔鋼バフと、あと奥義2枚軌道に変換っていう変換枠だね。これで空属性3体の満たせているということになってますかね。はい、 あとね、一応刻印表分かると思うけど、 HP 回復にしてる。これいつもだったらゲージ増加リアップとかね、そういったのつけてるんですけど、ちょっと回復きついっていうか耐久がきついので、回復の刻印表にしてみました。はい、ということで実際にやっていきたいと思います。では参る。ですわね。お呼びですわね。あとは俺に任せな。
暴れたかったんだ。ゾクゾクしてきたよ。この技の威力に。フルブラスト・ジョーヌ！